カエルの作り方を説明します。裏面を上にします。半分に折ります。さらに半分に折ります。片側を立て、広げて潰しております。裏返します。同じように折ります。中心の折り目に沿って両端を内側へ折ります。この位置を境に上の角を折り下げます。開きます。折り目を利用して袋折りにします。裏返します。同じように折ります。交互に折り返します。中心の折り目に沿って両端を内側へ折ります。
裏返します。同じように折ります。交互に折り返します。手前の1枚に切り込みを入れます。根元まで折り下げます。切り込みの先端部分から斜めに折り上げて前足を作ります。後ろ足になる部分を斜めに折り上げます。裏返します。前足は裏へ折り上げます。後ろ足は裏へ折り下げます。背中の部分を折り下げます。背中の角を裏へ折り上げます。後ろ足の先端を裏へ折り上げます。浮いてしまう部分はボンドなどをつけます。
目をつけます。カエルの出来上がりです。